モチベーション高く頑張れる人が高い時給を手にするわけです。1時間5000円とか1時間1万円とかを手にすることができる。サボり癖を今からつけないように今ぐらい頑張ってみませんかというお話でございます。うん、ただ読まないでねっていうところそうですね、闇すぎは何事も良くない。そう、どうもこんにちは、24卒の鈴です。本日の動画、まだ内定がない学生に向けた初入れ動画となっています。まず就活の厳しい現実についてお伝えすると、24卒の現段階での内定率は 65%、 関東はすでに 70% の方が内定を持っているそうです。まあその中、私もまだ内定がないんですけれども、私を含めた残りの 30% の人たちは毎日落ち続けながら、苦しみながら必死に頑張っている状況だと思います。この動画を見れば、辛い気持ちの方でも奮い立たされて、もう一回就活頑張ってみようっていう風に思えたりだとか、辛いけど今頑張ってる人たちは前を向いて頑張ろうっていう風に思えるような動画にしてるので、ぜひ最後まで見てほしいです。今日私一人じゃなくって、坂西さんに撮影で来ていただこうと思っています。ということで坂西さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは坂西さん、よろしくお願いします。はい、今日のまず構成なんですけど、まずはじめに就活も無理だなとか諦めたいなって思っちゃってる人に向けて、はい、就活もう一回頑張ろうって思えるように、なんで就活をやるのかっていうところからお話ししていただいて、はい、その後で話を聞いて就活頑張ろうって思った人に向けて、やるって決めたら本気で向き合えっていうような、この2つの構成に分けてお話ししていただきたいなっていうふうに考えています。わかりました、お願いします。なんで就活頑張らないといけないんですか？なるほど、これでいい質問ですね。就活を頑張るといいことがあります、はい、結論。いいこと何かっていうと、例えば私がいた大手広告代理店で、まあ、いわゆる人気企業と言われてるようなところなんですけど、人気企業と言われるところって実は、まあ、結果的に慶応めっちゃ多くて、次に東大早稲田めっちゃ多いってこと起こりうるんですね。なので実際多いのは多いんですけど、ただし一部その大学どこっていうぐらい、どっかの県のなんとか大学っていう人も一部いるんですよね、はい、学歴一切関係なく同じ研修を受けて同じ給料を得られるってすごく不思議なことじゃないですか。なんで就活頑張れば学歴とか一切関係なくなるっていうのは、ちょっと面白いポイントがあって思っていまして、学歴とかこれまで積み重ねてきたものを覆せる最後の、そうですね。逆に言うと人気企業だと、僕が受けたところって友人の東大生も普通に落ちたりしてたんですよ。学歴本当に関係なくて、どこの大学の人だろうともう全て平等にチャンスがあるっていうのがすごい面白いなっていうふうに思って、でそれで年収も変わったりするじゃないですか。だから頑張りがいがありますよっていう、コスパのいい努力だなって僕は思います。他にありますか？結論、お金です。簡単に言うと障害賃金でございまして、新入社員の時っていろんな会社が大体22万から25万ぐらいの幅で初任給決まるんですよ、はい、残業言っても月に2、30時間でっていうのでほぼあんま変わんないんですけど、びっくりすることに5年目ぐらいから凄まじく差がつくんですね。いわゆる普通の企業の5年目の人たちって大体300万から400万ぐらいが普通だけど、例えば総合商社と言われてるところとかって5年目で1000万余裕で超えたりするんですよ。10年目で1600万1700万が当たり前、普通平均って10年目で400万から500万ぐらいかなってぐらい、うん、同じ社会人10年目でも年収が4倍違う。なのに年収高い方がより健康的でホワイトな働き方をしていて、年収4、500万の人の方が心身ともに削れてブラックなことでって病んでいくってことがあるので、結局コスパがいい人コスパが悪い人の凄まじく差がついてくるのが10年目ぐらいで、そこで気づいても遅い。だから今頑張った方が結局コスパがいい。商社以外にもメーカー系で半導体の業界とか、うん、もう凄まじくボーナス出てる。まあ、IT 系でもエンジニアの年収とかも凄まじく上がってますし、めちゃくちゃ儲かってる業界企業もあれはいわゆる普通ぐらいの企業もたくさんあって、そこの格差が凄まじいんです。でもそういうとこってもう選考終わっちゃってませんか？いや全然もう人手不足なのでどこも募集してます。もう終わっちゃってるしなーみたいな風に自分で可能性を閉じない。確かに実際私自身就活してたのが2010年とか11年ぐらいだったんで、はい、まあ、13年ぐらい前なわけですよ、はい、本当に闇雲にやってたんですけど、今を振り返ると自分という商品を売り込む営業をしてたわけなんですね、はい、その商品の魅力を伝えて営業するスキルっていうのは一生使えるんですよ。なんで一生使えるスキルが就活を通じて身についたなってすごく思うんですね。今頑張ったことによって一生使える知識が今つくと、一生使える知識を10年後に手に入れても10年間損してるわけなんですね。なんで早く一生使える知識を手に入れた人がより大きいお金とコスパのいい働き方を手にすることができるので、結果人生が幸せになるってことがあります。だから頑張った方がいいというのがまず大事、はい、まあ、ただその代わり僕としては就活も頑張ってほしいんですけれども、就活以外の道もあるよっていうのはぜひ知ってほしいです、はい、というのは例えば業務委託をすることによって社員という形じゃなくてどこかの企業から依頼を受けたりとかするんですね。例えば私もまあいろんな証券会社とか公務員に向けてとか講演をしたりするわけですよ、はい、で僕の講演料って大体1時間で3万円から5万円ぐらい、僕では時給3万円から5万円ぐらいなんですよ。すごい、まあ、そういう風に業務委託っていうのがあるんですね。
結局社員として働いても時給って高くて3000円から4000円ぐらい、社会人の平均って多分2000円ぐらいなんですね。人に雇われるんじゃなくて自分の力で稼ぐこともできるので、就活という道だけにこだわりすぎないでほしいなと思ってます。じゃあ今この説明を聞いて就活ちょっと頑張ってみようかなって思った人に向けて、そう思ったなら本気で向き合え、本気で行動しろっていうような活用をしていただきたいです。はい、僕が繰り返した通り、はい、就活はコスパがいい努力だと思います、はい、なんでぜひ一緒に頑張っていきましょう。頑張ると一度決めたならもうとことんやりませんか。とことんやった方が結局人生をトータルで考えた時にコスパがいいわけですよ。ぜひ高いモチベーションを持って何事にも取り組んでほしいなと思います。で、高いモチベーションを保つためには周りの友達に自分のことを宣言してください。宣言をしていただけると、それで高いモチベーションを持っていろんなことに取り組むことができます。人間って最初は頑張れるんですけど、あとはだんだん落ちてきちゃうものなんで、そういうもんなんですよ。そういうもんだからこそ頑張れる人と頑張れない人で差がすごくついちゃうんですね。逆に言うと今最初だけバーンって上がってこう落ちるっていう癖がついちゃうと、3年後も5年後も10年後もあらゆることに全部にそうなっちゃう。楽な方に流れる癖がついちゃう。楽な方に流れる癖がついちゃう。でもそこでモチベーション高く頑張れる人が高い時給を手にするわけです。1時間5000円とか1時間1万円とかを手にすることができる。サボり癖を今からつけないように今ぐらい頑張ってみませんか、というお話でございます。ございますね。でもすずさんも絶対今努力をしていれば将来1時間1万円2万円の人になります絶対、うん、ここまで結構厳しいことを、まあ、すずさんも私も言ったんですけれども、結論人生はすごく長いので、うん、就活で落ちたからといって落ち込みすぎないでほしいなと思ってます、うん、常に切り替えていい感じに前を向いて歩き続けてほしいなと思ってます。やっぱりね、気持ち落ち込んじゃったりする人も周りにたくさんいますよね。頑張りたいと思っててもやっぱりどうしても落ち込んじゃう人いる。落ちたらむしろラッキーだと思った方がよくて、落ちたってことは合わなかったってことなんですよ。そうですね。あなたが優秀じゃないから落ちたというよりも、あくまでもマッチングの話なので、うん、服でもさ、こうスリムサイズってあるじゃないですか、うん、スリムサイズが似合う人もいるし、僕それスリムサイズ着ちゃうともうパッチパチになって着れないわけですよ。スリムサイズの服が似合う人もいるし似合わない人もいるわけですよ、うん、結局合うか合わないかの話なので、なんでもし落ちても所詮マッチングしなかっただけであって、別に自分が悪いわけじゃないというふうに思ってほしいなと思ってます。自分がダメだと思ったところは正しく改善して、変に落ち込みすぎずに、ただ正しく落ち込んで正しく努力をするっていうふうにしてみましょう。この動画を見て頑張ろうって思ってくれたりだとか、やる気が出たって思ってくれた方々は本気で応援するつもりでいるし、まだまだ就活続くと思うので、この後も皆様に寄り添って皆様のためになる動画を撮っていきたいというふうに思っています。自分も就活やってて思うんですけど、はい、結局ね、動画で励まされても自分が行動するかしないかだなっていうふうにもうすごく感じるんですね、はい、何も行動を起こさなかったら本当変わらないと思うし、自分の意思、自分の行動次第なので、本当にとにかく行動に移してほしいです。私はもうそういう気持ちなので、同じ気持ちの人は一緒にこれからも頑張っていけたらなというふうに思っています。ただ酔わないでねっていうところそうですね、やみすぎは何事も良くない。そう、本当に辛くなったら旬だよりのコメント欄にコメント残したりとか、相談しに来たりしてください。私も就活の合間でコメント返すように頑張ります、うん、ということで最後に南さんの方から就活生に向けて激励の言葉をお願いします。今頑張ればずっと楽になる。今頑張ることはすごくコスパがいいことなんですね。コスパのいいことをぜひ逃さないでほしいなと。あと結局後回しにすると自分が損するので、今頑張ることはコスパがいいことだというふうに思ってモチベーション高く取り組んでいきましょう。ということで本日の動画はこれで終了です。これからも応援してるので頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。せーの、じゃあな。応援してるよ。応援してます。一緒に頑張ろうね。頑張ろうね。